はいどうもこんにちは安倍哲也ですこの動画では数列が単調増加であることと数列が上に有拐であることの解説をしますまず数列 AN が単調増加であるとはすべての自然数 N に対して AN 小なりイコール AN+1 が成り立つことです理解を深めるために具体例を2つ紹介しましょう1つ目の例は AN イコール N となる数列 つまり、A1 が1、A2 が2、A3 が3、となる数列は単調増加である。なぜならば、すべての自然数 n に対して定義より、an an 小なり AN 1となりとる。特に、an an 小なりイコール AN 1となりとる。ここにある定義を満たすから、ここで考えた数列は単調増加であるということがわかります。 次の例を見てみましょう。a のイコール1となる数列。つまり、a1 が1、a2 も1、a3 も1、点々点となる数列は単調増加である。なぜならば、すべての自然数に対して、an イコール an たす1となる。特に、an 小なりイコール an たす1となる。ここにある定義より、 今考えた数列は単調増加です。ここで一つ注意を述べます。それは数列 AN が単調増加でないことについてです。それは定義より全ての自然数 N に対して AN 小なりイコール AN たす1が成り立たないことです。別の言い方をするとある自然数 N に対して AN 大なり AN たす1が成り立つことですうっかり勘違いすることもあるので注意してください以上で動画の内容の半分が終わりました数学1さあ後半を始めましょう数列 AN が上に誘拐であるとはある実数 M が存在して次の数学的主張が成り立つことです それはてての自然数 N AN に対して AN 小なな M となることです。これは絵を描くと分かりやすいです。今、数列 AN が何かしら与えられたとしましょう。で、その時、その数列が上に有拐であるっていうのはどういうことかというと、M が存在して、まあ、例えばこの辺に M があったとしましょう。そして、数列の値が A1 だったら、これが M より。 小さい値になる A2 も M より小さい値になるそして全ての自然数 N に対して AN が M より小さくなるこういうことを意味していますここで M という文字は MAX を連想させるような文字になっていますただ注意してほしいのはこの定義の不等式ですけど統合成立するとは限らないということです 理解を深めるために具体例を見てみましょう。a n イイコールマナス1の n 乗となる数列 an は上に有拐である。なぜならば、例えば m=1 と置くと、すべての自然数 n に対して an 小なりイコール =m となる。従って、この定義を満たすことがわかります。だから、この数列は上に有拐です。 先ほども言ったようにここ m=1 と今やってますけど例えばここを m=2 としても証明はうまくいきます。最後に数列 an が上に有拐ではないとはどういうことなのかについて解説します。それは定義よりある実数 m が存在して全ての自然数 n に対して an=m なイコール、m、とならないというのが定義です。 それは具体的には2意の実数 m に対してある自然数 n が存在してこの不等式が成り立たないつまり an が m より大きくなるということですこれはどういうことかというと上に誘拐っていうのはある意味数列の値のマックスがあったわけですね壁があったで上に誘拐じゃないっていうのはどこでもいいから m という壁みたいのを想定するわけですそうすると誘拐でないっていうのはいつかはその壁を乗り越えてしまうことです このあたりは慣れれば簡単なことなんですが、最初のうちは少し難しく感じるかもしれません。今日の話は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。